上がってます。いいね。当たり前です。どういうやつですか。テンション上げてこそワンチャン。そうです。チャンネル朝から、はい、テンション0100をやりたいと思います。イエーイ。最近ちょんまげ小僧さんと、はいはいはい、フィッシャーさん、ひき肉です。ひき肉です。ウサギンチャクです。ひき肉です。あれがやってて、最近またバズったんですけど、はいはいはい、あれをやりたいなと思いまして。でも、あれコラボしてたじゃん。はいはい、コラボしてたね。俺らもコラボしたいなと思って。なるほど。あ、だからそこに席が。そう。なるほどね。運命は分かったんだけど、ファンのみんなもこの人たちのゼロ百を見たことないと思う。絶対見たことない。確かにね。だからちょっと今日はやってもらおうかなと思って。おー、はい、いいじゃないですか。おいでー。カモン。カモン。カモンね。原因は自分にあるです。よろしくお願いします。ベンジブちゃん。ベンジブ、ベンジブ、ベンジブ、お願いします。ベンジブから大倉隆と中野亮太、武藤潤、木田和人、来てくれました。ありがとう。ありがとうございます。ありますか、こういうゼロ百みたいなことやったこと。いや、ないんです。ないですね。ないのか。はい、ゼロ百はですね、単純に本当その言葉の通りテンションを0から100に上げる、はい、まあ、携帯のアラームが鳴るまではテンションを0にキープしてください。はいはいはい、はい、でアラームが鳴ったら一気にテンション100で、おチーム分けをするんですけど、相手チームを笑わせてください。なるほど。笑わすか、はい、なるほどね。で攻め側チームは守り側チームが、ま、笑ってしまった人人数分のポイントが入る。できるだけ多くの人を笑わせればいい、うん、なるほど、はい、まあ、ポイントの高いチームの勝利となります。はい、はい、ちなみに今日は笑ってしまった判断はこちらを用意しました。はい、こちらを口にこうやってもらいます。あー、はい、いいね。で笑っちゃったらこれが音鳴るんです。エンジムでグッパーしてもらって、ワンジグッパーしてもらいました。よっしゃー。強そうだな、マジで。いや、ちょっとさ、ボケ組じゃない、結構な。いやいやいや、でも、現実で言えば、ボケはそっちですよ。そっちなの。てか、そっちというか、あの、2番目。8から2番目。起爆剤がいるから。じゃあ、じゃんけんして、先攻後攻決めますか。はい。じゃあ、力は、じゃあ、ジュン。はい。行きましょう。力は、タカちゃん。はい。最初はやっちゃんけんぽい。はい、プレッション。あー、負けた。じゃあ、どっちかに。高校で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 。いや、もう、これ怖いなぁ。ゼロだ。ゼロだもん。まずは僕たちのチームから。はい。よっしゃ、聞こえてくださいね。はい。じゃあ、アラーム、お願いします。
取りだけ。そのボケだ。そのボケだ。心配になりますよ。ここまで来たら。やばい。A 君が耐えた。ナイス。マジっすか。頑張ってますね。延長するの。延長します。時間制でしょ。瞬発力、うん、もう15秒。おお、やばい。絶対からだ。やばい。アラーム、お願いします。やばい。じゃあこれやばいね。やばいやばいやばい。やばい。それでは行きましょう。用意。ピン。バイバーイ。これメールゲームじゃないんですよ。急に迷惑になるんでね。本当に。